9月27日、静岡県で生まれた小野真嗣くんはサッカーをすることを楽しんでいました。この壁相手に毎日ボールを蹴り続けた少年の心は今も変わらず。いや、もうワールドカップでも関係なくサッカーを楽しむということで。サッカーを楽しむことがモットーという小野選手。しかしレッズに復帰してからまだ本来の笑顔が見られません。こんなイージーなゴールチャンスもシュートミス。それも2試合続けて。小野選手に本来の笑顔はいつ戻るのでしょうか。23の翼。